ようこそ460フォトラボラトリーへ、所長の X460 です。今日はロジクールさんから7年ぶりに新型のトラックボールを出すということで、トラックボールについてお話ししようと思います。改めましてこんばんは、 X460 です。ロジクールさんの新型トラックボールのお話をする前に、トラックボールについて解説したいと思います。まずトラックボールには大雑把に分けて3種類あります。親指でボールを転がすタイプ、人差し指でボールを転がすタイプ、手のひらでボールを転がすタイプがあります。便宜上ボールが本体中央部にあるタイプを手のひらタイプと言っていますが、それは大昔の話で、今は人差し指でボールを転がす人が多いと思います。詳しく説明していくと、親指タイプは現在の主流のタイプで各社からたくさん出ています。エレコムさんには左利き用なんかも出ていますし、中林さんのものは大きく見えますが実際には小さくての、小さな女性でも使いやすいと思います。人差し指タイプには昔ほどではありませんが根強いファンの方がいるので、こちらもたくさん各社から出ています。手のひらタイプは大昔はトラックボールといえばこのタイプで、ケンジントンさんのものが有名です。トラックボールのメリットは置き場に制限がない上に小スペースで疲れにくいということです。マウスの場合光学式になって昔よりは良くなりましたが、基本はマウスパッド上で動かさないといけません。それに常に手首を動かさないといけない上に、画面の解像度が上がっていくに従って何度も置き直さなくてはならないので、手首の負担が大きくなります。それではマウスとトラックボールの違いについて述べていきたいと思います。マウスの場合は手首を動かしてカーソルを動かすことになります。さらに手首だけでは動きが足りない場合は、こういう形で手全体を動かしてやります。これでも足りない場合は何度も動かしてカーソルを動かすこととなります。続いてはトラックボールの場合です。カーソルを動かすのはこのボールを使って動かすこととなります。サンプルの場合は親指タイプなので、親指でボールを転がすようになります。手首は固定したままなので、解像度の大きなディスプレイでも負担はありません。ただひたすらボールを動かすだけで、いくらでもカーソルを動かすことができます。ただマウスのように絵を描くというのはかなり難しく、かなりの技術が必要となります。というように、マウスに比べてトラックボールの方がメリットが大きいのですが、自分のような信者が普通にはいるのですが、なぜかあまり気に入られていません。実際に本気で確かめてもらいたいものです。さて本題のロジクールの新型トラックボールですが、これはかなりいいです。 MX シリーズという高級シリーズなので 12,800円とお高いのですが、かなりいいものだと思います。まず本体を20度まで自分の好みに変えることができます。あとカーソルのスピードを本体で変更することができます。それからこのスクロールホイールも今まで使っているものよりもクリック感が出て良くなっているらしいです。あと面白い機能としては、複数のパソコンでファイルの移動とかができるようになっています。それからバッテリーの方も乾電池ではなく充電式となっています。あと自分にとって嬉しいのは、ついに Bluetooth に対応したことでしょう。今使っている MacBook Pro は USB ポートが2個しかないので非常に不便でした。レシーバーで貴重な USB ポートを埋めてしまうのは非常に不便でした。もちろんこれまでのレシーバーも使うことができます。このトラックボールの発売日は9月22日なのですが、自分は来月に買おうかと思っています。購入した時にはレビュー動画を上げたいと思っていますので、もしよかったら見てやってください。ということで今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。